どうもメロです。今回は、告知お知らせのようなものをさせてください。この動画が公開されるのが、7月の28日の火曜日、予定では夜8時になってるんですけれども、実際どうなるかちょっとわかんないですけど、28日中に公開されているはずです。ですからおそらくこの動画を見ている人は28日中になると思うんですけれども、かねてよりっていうか前々からちょっと言ってたことが一つありまして、それは 2K15 の、実況ではなく、ライブ配信の方をしたいなというふうに、言ってたんですよね。言ってたんですよ。あ、失礼。それで、2K16 が発売すると、やることにはなるんですよ。だからタイミングとしては 2K16 が発売したらやろうと思ってたんですけれども、いきなりぶっつけ本番でできるかって言われたら、私もいろいろ準備してますけれども、ちょっとね厳しいところがあるんじゃないかなって思うんですよね。ということで、一度 2K15 の方を使いまして、ライブ配信の方をやっていきたいと思っております。具体的な日時についても、もう決まりました。で、前回のマイチーム動画の方でちょっと話、酒に酔ってるグダグダのやつね、グダグダのやつ、あれで言ってたんだけれども、ちょっとね、8月の頭から、9月入るか入らないかぐらいまで、ちょっとね、忙しいんですよ。どれぐらい忙しいかっていうと、家に帰れないんですよね。ちょっと、いろんなところを回らなくてはいけなくて、それも地方に行くんですよ。僕は今北海道に住んでいるんですけれども、東の端行ったり、ほんといろんなとこ行ったりするんですね。で、それがだいたい1ヶ月、1ヶ月で帰ってこれればいいなっていう感じ で今必死に取りだめているんですけれども、取り高も悪いです。正直もう今の段階からもういろいろ地方に行く準備をしているので、その準備で忙しいので、正直ちょっとね厳しいんですよ。なので、ライブ配信のね編集も兼ねて、ちょっとそれも録画しちゃったりなんかしてね、撮り高をちょっとね補充しようかなっていう目論みなわけなんですけれども、で、具体的な日時について言いますけれども、ツイッターの方で実は一度、希望時間とかありますか的な話をしたんですが、1名ですね、意見の方をくださいまして、6時からがいいですと、18時。で、一応時間は、22時、10時までを考えているので、そうなると、僕としては8時ぐらいからやるのがいいのかなって思ってたんですよ。で、今のところ、16時からやってあげたいんだけれども、っていう感じなので、予定では8時から20時から22時まで、やりたいと思います。ライブ配信の方をやっていきたい。 2K15 の実況プレイの方をライブ配信、ストリーミング配信とかしていきたいと考えております。で、配信方法に関しましては、PS4 のブロードキャスティングシステムを使わせていただきます。こちらは PS4 があれば誰でも見ることができますが、
ちょっとね、僕もいろいろ調べたんですけど、自分でやってみたりしたら、やっぱりね、PS4 のそのあたりはちょっと鬱陶しい。検索の、UI であったりっていうのは非常にわかりやすくて、わかりやすくてじゃないね、わかりづらくて、なんかね、もっさりしてるんですよ。ってことで、PS4 のブロードキャスト、まあ、シェア機能ですね。これを使うと言えば使うんですけれども、大手ライブストリーミング配信サービス、Ustream を、経由して、配信することにいたしますので、うん。で、従来のね、今まで通りの私の方法だと、Ustream 経由でライブ配信したものは録画できないと思ってたんですけど、で実際そうなんですけど、 Ustream はどうやらそれ単独で録画するシステムが あるという話を聞きまして、今ね、ちょっとテストしてきました。で、まあ、どうやらできるようですので、まあ、ちょうどいいかなということで、まあ、全く新しい、本当にね、1月頭ぐらい、2015年の1月の頭ぐらい、つまり私がチャンネルを開設して1ヶ月も経たない頃にやっていたような方法で録音をすると。つまり、まあ、マイク使わないわけですよ。ヘッドセットで録音するということになるので、ちょっとね、不安なんですけど、まあ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 、まあ、どうにかなるでしょう。うん。ということで、こちら Ustream を使用しておりますので、スマートフォン、タブレット、で、まあ、PS4 はもちろんですけれども、それら各種のデバイスで、ライブ配信を見ることが可能になります。で、視聴に関してはアカウントは必要ないようなんですが、コメントであったりっていうのを、まだチャンネル登録というのも、どうやら機能として実装されているようですので、この動画を見てね、ぜひね、私のライブ配信の方、見ていただけるという方がいるのであれば、ぜひね、今のうちから、まあ、アプリケーションなり、ブラウザを使ってね、ブラウザなりを使って、アカウントの作成の方をしていただけると、まあ、スムーズにいくかなという感じでしております。ライブ配信なんでね、まあ、動画を見ながら、皆様がコメントをしたり、するという流れにはなると思うんですよね。で、まあ、僕動画の中でよく言うじゃないですか、これってどうなのみたいなね、あのあたりがついにリアルタイムに進出ということで少し楽しみなんですけれども、まあ、一応ね、何回かリハーサルはしてるんですけど、ちょっとね、不安が、私のノートパソコンの方がね、少し、って感じもあるので、そうですよ、当日はね、マックス村井って知ってるでしょ？マックス村井さん。あの方が、パズドラの実況をする。その動画を見たことがある人だったらわかると思うんですけども、あの人ってさ、パソコン用意するでしょ、ノートパソコンで、それを iPhone につないでるよね、 HDMI につないで、あとまあセキュリティじゃねえ、なんちゃら保護を解消するためにおそらく何らかのエンコーダーを使ってるんですけど、それ接続してるよね。あれと同じことを僕も やることになってるんですよ。でもまあそれが一番いい方法みたいなので、ということで、ちょっとね、いろいろ不安が残るというか、ただでさえね、いろんな機器を買っちゃってゴテゴテしてるこの周辺状況、デスクトップ周りを大
丈夫なのかなっていう気がものすごくしてるんだけども、まあどうにかなるだろう、うん、うんうんうん。でまあ当日も言いますけど、皆様のコメントは、すなわち録画に乗りますからね、カメラ回ってますから、そのあたりのことも考えて、おいメロバカ野郎と、そんなことは言わないように、つつましくぜひ皆様2時間ぐらい やってますので、まあ空いた時間にでもね、あそういややってるらしいなと、いうことを、全然途中参加でも構いませんから、全然それはもう全く、まあ、最初から最後まで2時間ぶっ通しで見ろなんてね言わないですから、言わない。学生さんはだって今夏休みでしょ、夏休みっつったらね、いろいろやりたいこともあるでしょうし、あれ曜日の話はしたよね。20時から22時まで、金曜日の夜に配信しようと思ってます。で、そう、録音するって言ってるので、もし見逃しちゃったという人がいればっていうか、いても大丈夫です。大丈夫。録画したデータの方は私のユーストリームのチャンネルで、公開状態、一般公開状態にしておきますので、録画というかね、配信の最初から最後まで、いつでも見れるようにはなってます。まあもちろん参加はできないですけどね、ということですので、ぜひね、ふるって皆さんご参加いただければ嬉しいなと思うわけです。はい、まあせっかくの初ライブ配信なので、何かちょっとね変わった企画でもやれればいいなと思っておりますが、間に合いそうにない、正直。うん、ライブ配信でどうやら一緒にできるらしいんですよ、フレンドとかと。なんでクイックマッチのようなものをね、フレンドとかチャンネル登録者の皆さんもずっとやりたかったんですけど、まあそれはね、まあおいおいやっていきましょうよ。初めてですから、いろいろ不手際もあると思います。うん、あると思うけどもね、まあそれも全てとは言わないけど、皆様次第という企画がこのライブ配信ですから、これは面白いところですからね。ぜひ皆様ふるってご参加ください。忘れないでよ。7月のですから31かな、7月の31、待ってるね、7月の31日の午後8時から午後10時まで配信の方やっていきます。はい、そういうことでよろしくお願いします。それじゃあ次回の動画もよろしくお願いします。次回の動画はそうライブ配信ですね。それじゃあお疲れ様でした。